こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は人生を変えた CD5000 ということでですね、まあいろんな CD はあるんですけど、今回考えてる、内容の5000というのはですね、まあ一番最初大学のジャズ系に入って、でもジャズ系に入った理由っていうのは、僕はドラムの練習がいっぱいできるから、部員が少ないからっていう理由で入ってるんですね。でまあすごい上手い人がいるよっていう形で、入ったんですけど、ドラムの先輩いなくてですね、なので、ジャズっていうのはなんかまあ先輩たちがちょっとやってるわぐらいの感じで、あんまり好きじゃなかったんですね。でもそのいろいろこうビッグバンドのまあサークルだったので、この CD をいっぱい聴かせてもらって、おおこれかっこいいじゃんって、普通に今までロックばっかりやってた僕が思った CD っていうのがまず1枚目で、まあ東京の専門学校行ってですね、ジャズを真剣にやろうって思った、まあ師匠のライブを見て、まあその師匠のライブの CD ももちろん紹介したかったんですけど、その時にこうよく一緒に組んでた、まあギターの小沼洋介くんと、ピアノの横島和弘くんと、平丸くん、っていうベースの子と4人で、バンドを組んでたんですけど、その時によくこうコピーしてたっていう、これがですね、なんかこうコンボのジャズってなんかふにゃふにゃしててあんま好きじゃなかったんですけど、もうビッグバンドみたいな感じのジャズをやりたかったんですね。だけどこうこのアルバムはパッて聞いた時に、うわこれビッグバンドみたいだ、これ3人なのすげえやと思って、非常にたくさんコピーしたこの CD ですね。でまあプロになってプロ活動始めたけど、やっぱりジャズとかやってるけど、こう要はジャズの人ってアドリブをこうサックスの人のパラ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 とこううね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 って弾くわけじゃないですか。であれがあんまり面白くないなって自分は最初は思ってたんですけど、でも、まあ、もちろんかっこいいなと思うとこもあったりとかしてたんですけど、こう8分音符でずっと長いこと吹いてるっていうあの感じがあんま好きになれなかったんですが、まあ、いろんな CD で僕はモーニングがいいんじゃないって言われて、モーニングを聴いた時はなんかピンとこなかったんですけど、このアルバムを聴いた時に、おお夜中聴いてた時に、うわジャズって面白い、8分音符でこうジェットコースみたいにこう動いてるじゃんみたいな、こんな爽快感のあるこうアドリブってすごいなと思って興奮したのを覚えてるんですね。でその後モーニングを聞くと、あ本当だ全部みんなこうじゃんと思って、なんかジャズの面白さがすごく分かった CD で、モダンジャズがいいなと思ったっていう、 これからずっといろんなこうマイルスのねモダンジャズとかこういろいろ4部作とか聴いていくんですけど、もっともっと現代的になるとちょっと抽象的な音楽になるじゃないですか。それであんまりこうよくわかんないなと思ってたんですけど、このアルバムを勧められるとボーンって聴いた時にドヒャーってなったアルバムで、まあ現代的抽象的なジャズ、もっとコンテンポラリーでなんか何やってるのかよくわかんないっていう感じのジャズっていうのがね、まあコルトレーンとかそういうのもそう、フリーみたいな感じもそうかもしれないですが、フリージャズにまあちょっと近いようなサウンド感だけど、これはもう本当文句なくかっこいいなと思ったアルバムですね。なのでどのアルバムもまあもちろん、それぞれの人のタイミングで当たり外れはあるかもしれないですけど、ポンって聞いて開眼するやもしれません。そんな CD5 つを紹介していきます。はい、まずはですね、ビッグバンドのかっこよさってことですね。まあベーシーとかもあるんですけど、まあバディリッチってやっぱ超絶ドラムがやっぱうまいんですね。なので超絶スインギーでドラム超絶テクニックということですね。1曲目にノエルの森が入ってて、ビッグスイングフェイスもそうです、小気味いいテンポでものすごいこうドライブする感じがめちゃくちゃかっこいいと思って、もうすごいずっとヘビーローテーションしたアルバムですね。僕はだからやっぱりこうロック系やってて、このアルバムを聴いてからは、ああすごいジャズってかっこいい。まあ他にもね、カウントベーシーのヒーツオンとか、ああいうのももうロック系の人が聴いてもかっこいいんじゃないの、ウィンドマシーンとかね、そういったのもあったんですけど、まあいろいろ悩んだ挙句、まあやっぱりこの僕が一番お気に入りだったのはビッグスイングフェイスってアルバムだったので、こちらの方をおすすめします。はい、ピアノトリオのライブですね。3人のさりげないお話が最高ということですね。こうやっぱりそのビッグバンドみたいな決めがたくさんあるのってドラマ楽しいんですよ。なのでビッグバンドのアルバムをいっぱい買って聴くようになったんですけど、まあコンボのやつってなんかふにゃふにゃしてるというか、なんかどこからどこまでがソロかわかんないし、よくなんかわかんねえなーみたいな感じで聴いてたところにですね、まあ専門学校に行った頃にピアノの横島くんっていう子が、こういうアルバムを持ってきてくれましてですね、もうこれを聴いて感動しましたね。そのだからバディリッチみたいなテクニカルなんじゃないんですけど、ピアノがこう答えたらドラムがストッて音を入れたりとか、ベースがそれに対してドン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 ツドンってバスドラが入ったりとかですね、もうすごいこうさりげなく音をみんなでつなげていくって感じが、で
なんかさりげなく進んでいくし、決めのとこバッシリ決めるしみたいな感じで、まあすごく分かりやすい、こうなんかこう抽象的じゃなくて何をやってるのかすごく分かりやすいアルバムだと思います。でしかもこれねライブアルバムなんで、ソロもですねちょっと掛け声してもう一回やってみるみたいな感じで、繰り返してたりとか、そういったところも入ってるから、これは非常にかっこいいと思います。もうなんかねすごいこうこの人とこの人がこうやって合間を乗ってフレーズがすごいつながっていく感じと、ドライブする感じとか、長いアドリブをやってても飽きさせないような、アレンジが施されて非常に面白いかと思います。このテスフィーリングですね。なので抽象的なのが好きになってくると、こういうなんかくっきりしたのっていうのはなんかちょっともう一つって感じになってくる、ね、時期もあるんですけど、未だに聴いてもやっぱかっこいいと思いますね。ぜひ聴いてみてください。はい、管楽器ゴリゴリ8分音符バラ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 ってずっとこう8分音符でこう、うねっていく感じのやつがですね、これ本当にみんながこうアドリブをしていくところがものすごくまあみんなうまいんですけど、フィラデルフィアのメンバーばっかりで、出身のメンバーばっかりで撮ってるアルバムなんですけど、これを聞いた時にものすごいこう感動して、あ、こうジャズってのこのアドリブってこういうところが面白いんだっていうのは、たまたまね自分の飽和量だったんかもしれない。たくさん CD 聴いてきてよくわかんないけど、たくさん聴いてきて聴いてきて聴いてきて、こう満ち溢れるようなところのタイミングでこれがポンって夜中聴いてて、うわなんだすげえ、もうずーっともう繰り返し聴いてですね、もう興奮したのをすごく覚えてますけど、このアルバム非常におすすめですね。で僕はこのタイミングでこれだったんですけど、でもこうやって聴いてみるとモーニンとか、まあ本当に他のこのもういわゆるハードバップと言われてる、時代のやつはテーマもしっかり決めがあって、でも決めがビッグバンドみたいにものすごいこうなんかカチカチカチってしてるというかは、さりげない感じの決めがとってもかっこよくて、あ、これ大人だなと思った、アルバムでした。抽象画みたいだけど熱量半端ない、これはもうトニー・ウィリアムスがですね、まだこれ多分コンサート18歳ぐらいかなとは思うんですけど、16歳でね入ってるから、トニー・ウィリアムスがものすごいこう疾走感をするんですけど、こう8分音符のうねうねが聞けるようになってから、やっぱりでも現代的なマイルスってもっと後ろのネフェルティティとか、ソーサラとかアルバムになるとちょっとうねうねしすぎてて、なんかこうよく捉えどこがなくてちょっとよく分かんなかったんですね。でそんな頃に、このアルバムは全然いいんじゃないって言われてこう聞いてみたらですね、ものすごいこれはもうライブのアルバムなんですけど、コンサートのアルバムなんですけど、2枚組になってて、マイファニーバレンタインとっていうのと、フォアンドモアっていうの、マイファニーバレンタインは比較的おとなしめの曲、こっちは比較的激しい曲ばっかりが入ってます。ものすごいテンポがガーッと走ってったりとかするんですけど、その走っていくところでこうゾワッとする感じとかね、そういうのがものすごい聞き取れるんじゃないかな。なんかハードロック系の人が聞いてももう十分なんか納得できるような内容の、もう曲ばっかりが入ってるような気がします。なのでこの辺、こうマイルスのこういわゆるそのもっと抽象的になっていくところのなんかターニングポイントみたいなところのアルバムでもあるので、まだウェイン・ショーターはサックスのウェイン・ショーター入ってないんですけど、非常にいいアルバムだと思うのでぜひ聴いてみてください。はい、最後ですね、抽象的な極みだけど強力な疾走感ということでですね、もうこれ CD もすごい好きで聴いてたんですけど、これコンサート行った時はもうあまりにもなんか何をやってるのかもよくわかんないけど、すごいエネルギーで、もうこういわゆるそのこういう4ビートのこのメモリっていうのがもうなくなっていくんですね。ドラムのね、こうハイハットの24とか踏まなくなっていくんで、要はまあ今まで紹介したやつは全部ハイハットの24があるんですけど、ハイハットでこういう風な、これを要はグルーブさせるものだけど、これがあるというのはメモリみたいになっちゃうから、だからこう大きくまたいでいくっていうか、もっと抽象的にしようと思うとそれが邪魔になるんですね。なのでそういうのもやらなくなっていくっていうか、そうするとこうみんながこうフレーズをこう掛け合って、要はもうビートっていうのはもうみんながちゃんとグルーブしてるから、もう誰かが表現することないよねみたいな、だからもうメロディーの中にもグルーブも含まれてるから、ひたすらお互いが思いついたドラムもメロディーをひたすらこう演奏してるみたいな感じ、誰かがキュッて前出たら後ろからギュッて抜かしてったりとか、そういったものがすごいこう感じられるアルバムなんじゃないかなと思います。もうあまりにもこう大きなこのこうジェットコースター乗った後みたいな、お客さんがもう終わった後に結構ゲラゲラ笑っちゃうぐらいの歓声が入っていると思いますけど、もうすごい世界観の中にこう
ものすごい疾走感と、そしてもうこうふわーって広がって、目から涙がブジワーって出てくるような曲が、あるかと思いますので、まあこれ当たり外れがあるかもしれないですけどね、よかったらぜひ聴いてみてください。はい、というわけでですね、 CD ってやっぱタイミングがあるんですね。自分がまで今まで聴いてきた蓄積っていうのがあって、ジャズってその蓄積がないとやっぱりこう深いところはちょっと分かりづらいというか、だからこうなんか買ったんだけど名盤って聞いたけど全然分かんねえなと思ってて、でいろいろ聞いてからなんかふと3年ぐらい経ってパッてこうターンテーブルっていうかね、 CD の、 ケースも今だったらもうあれですけど YouTube なのかもしれないですけどね、ポーンって聞いてみたらもううわーって頭の中にこう入り込んできて、もう立体的になってなんか渦を巻くような感じで、なんか本当になんかこれ聞き続けてるとどうなっちゃうんだろうと思うような、そんな体験を僕は何度もしてるんですが、まあタイミングは絶対ありますね。だから僕がこう良かったよって言ってもその人のタイミングが合ってないと全然いいアルバムじゃないし、でもまあ僕もこう通り抜けてきて、こう一時期はこうなんていうんですかね、こういうキメキメのビッグバンドとかもなんかこう要は抽象的にやるのをやるとこうなんかちょっとこうなんていうの、安直だな、音楽安直だなって思った時期もやっぱあるんですよ、生意気にもね。でもやっぱりこう帰ってくるとやっぱりその時にやっぱりこのバンドが目指してる、やっぱ一流の人たちが目指してるスイング感とか、そういったこうかける熱量みたいなものをやっぱ感じるので、まあ、今聞いてもね、これバッと聞き直してみてましたけど、どの CD も本当かっこよくてね、ぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。もしコメント欄にね、僕はこれが良かったよっていうのがあったら書いていただけると楽しいかなと思いますので、ぜひ書いてみてください。まあ、僕のチャンネルは、こんな感じでジャズの僕がねいいなと思ったところをシェアしていくような、情報を発信しています。もしいいなと思ったらチャンネル登録してもらって、この、内容も良かったらいいねボタンを今のタイミングで押してもらうと僕はとても嬉しいです。メルマガ、無料メルマガありますので見逃さないためにも登録していただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。